この子、神山美月、歌手を夢見る12歳。でも、かわいそうに、あと1年の命なの。私たちは彼女の運命を変えないようにするために派遣された死神なんだけど、ひょんなことから彼女を大人に変身させて、オーディションに合格させちゃったの。これって、もしかして運命変えたことになるんじゃ。さて、今日はどうなるのかしらね。ん？わかったか。はい。きなこどっちがお好き？あ、それでお茶なんですけれども。ただいま。あの美月ちゃん帰ってきました。はい、今変わります。もしもし。やっと変わってくれたか。いや、いつまで田中さんの話に付き合わされるのかと思ってたよ。若内先生、どうしたんですか？私に電話なんて。ああ、実はね、美月ちゃんのマネージャーさんになるって人が決まったらしいんだ。若内先生のとこに。一応僕が美月ちゃんの保護者だっていうことになってるんだろ。それでさっき連絡があったんだよ。でね、そのマネージャーさんがこれから僕と美月ちゃんに挨拶に来るって言うんだけど、美月ちゃん今から病院まで出てこられるかな。はい、すぐ行きます。若王子先生なら明日往診に来てくださるはずでしょ。そうなんだけど、でもすぐ病院に来てほしいって。あの、私買い物がありますから、美月さんを病院までお連れしましょうか。そうね、お願いします。あんやめろよメロコン。だーね、美月ちゃんまだ着替えてんだから。もういいよ。だいたい着替えなんてどうだっていいだろ。その姿じゃマネージャーにどうせ会えないんだから。あ、そっか。じゃあ病院に着いたら16歳にしてね、タクト。ちょっと待って、マネージャーに対してはそれでも OK。 でも若王子先生も保護者として一緒に会うんだよね。そうじゃねえの。先生は16歳に変身した美月を見てどう思うのよ。あ、どうすんだよ。どうするって、こういう時は死神ハンドブックで。やっぱり全部話しちゃいます。こ
ちら死神さんのタクトとメロコ。タクトが12歳の私を16歳の体にしてくれたの。その時は喉の病気も治ってるし、思いっきり歌も歌えるのよ。なんだそうだったのか。僕も全然問題ないよ。じゃねえだろ。そんなことが通用すんなら苦労しなっての。だっくん、メロコ、そのハンドブック本当に役に立つのか。わかったわよ。たまには私の実力見せてあげるわよ。お、見せてもらおうじゃん。そんでどんなアイデアがあるんだよ。だからマネージャーには妹の三日月でーすとかなんとかごまかし通しちゃえばいいのよ。それじゃあ若王子って野郎が変に思うんじゃねえのか。だから三日月ってのはモデルの仕事をする時の芸名ですとか。あ、そうよ、それでいきましょう。ま、それで頑張ってみるしかないか。うん、へえ。お前が頑張んだよ。ここですわ。うん、私もご一緒しようかしら。でー、そんなことされたら面倒だ。あの面倒って？その田中さんに面倒かけることになると思うので、先にお買い物の方行っちゃってください。はあ、じゃあ後で迎えに来ますからロビーで待っててくださいね。はい。はあ、メロコ。もうダメ。ごめんなさい。いいわよ、あの格好の時に大声出した私がいけなかったんだし。それより打ち合わせ通りにやるのよ。うん、そうですか。お、来たな。失礼します。いや、待ってたよ。こちらがマネージャーの大重さん、ご挨拶して。あ、はじめまして、ビレッジプロの大重です。あー、女の人だったんだ。で、こっちが。あ、はじめまして、小山美月です。え？バカ、何言ってんだよ。打ち合わせ通りにやんなきゃダメでしょうが。あ、じゃなくて、妹の三日月です。妹？その。そっか。美月ちゃん、若王子先生を外に呼んで。先に話通しとかなきゃだったんだわ。うん。先生、ちょっといいですか？そうか、三日月っていうのは芸名なのか。そうなの、そうなの。じゃあ妹ってのは？それはね、そうだ、あんたは同じ事務所のタレントさんの妹ってキャッチフレーズで売り出すことにしましょう。え、そうなの？そうじゃないけど、そういうことにしておくの。あ、そっか。私、同じ事務所のタレントさんの妹っていうキャッチフレーズで売り出されるらしいんです。なるほど。だけどまだなんかあんの？まあいいや。あ、しっかりね、美月ちゃん。物事は最初が肝心だからね。これからお世話になるマネージャーさんにしっかり挨拶しなくちゃ。じゃあ戻ろうか。いやあ、ごめんなさい。彼女からちゃんと話を聞いてなかったもので。いいえ、気になさらないでください。